こんばんは。皆さん土曜の夜中いかがお過ごしでしょうか。深夜2時から2時30分までの時間を昔は牛蜜時と言っていました。この牛蜜時は一番陰の力や魔の力が強まる時間帯と言われております。なのでこの時間帯にぴったりなお話をご用意しましたので、しばしの間お付き合いくださいませ。第4夜ビニールテープではお願いします。これはもう結構有名なお話だと思うんですけども、はい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 、関西の人気番組探偵ナイトスクープ。あ、ナイトスクープね、はい、ナイトスクープね、なるほどなるほど、はい、結構ねあれもね、まあ、問題作多い番組ですからね。確かにね、うん、中でもやっぱ有名なのが、はい、ビニールテープの回ですね。ビニールテープの回はねこれ、はい、よく話には上がりますし、はい、みんな知ってる人も多いかもしれないですけど、これリアルタイムで見てた人マジで怖かったやろね。でしょうね。これ知らない人もいるかもしれないんで、うん、まあ、説明をお願いします。トミーズマサさんが探偵だったんですね、はいはいはい、この日は。で家の前の電柱にビニールテープ、スズランテープが巻かれてるとっていう依頼、はい、でこれの真相を探ってほしい、誰がやってんのか、はあはあはあ、で一向に真相がわからないですよね、いろいろ街中回っても。ビニールテープっていうのはどの感じで巻かれてるとかって、1個とか結構ね場所によっていっぱい巻かれてるところとか、もうなんかいろんなとこに巻かれてるって感じですかね、はい、そうですね、ほんま無作為に。怖な、謎ですもんね。謎なんですよ。怖いというか謎ですよ、ね、謎なんですよ、うん、で警察署の敷地内にも巻かれてたりとかってあったんですよ、ね、うん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 。で一応マサさんと依頼者さんで一番西の端と東の端っていうのを見つけて、はいはいはい、この範囲内で巻かれてる。あ、ビニールテープの前ったら半径というか直径か、はい、はい、で結局もっといた場所に戻ってきて、戻ってきたんですけど、さっきまで何も巻かれてなかった電柱にビニールテープが大量に巻かれてて、でそこで終わるっていう。終わりですか。そうなんですよ、そこで番組は終わっちゃうんですよね。デデデンってデデデンじゃないよ、おなじみのデデデンが。いやいやいや、終われん終われん終われるか。いや、で長らく真相は謎だったんですけれども、あら、え、俺その先知らないかも。あ、本当ですか。え、真相はこれあくまで噂ですよ。噂、はいはいはい。近所に精神科に通ってる女の子がいたと。なんか少しちょっと、はい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 、不安定な女の子がいたと、うん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 、でその子がその町の中の文房具店でスズランテープを大量に買ってたっていう記録があるんですよ。お、その子がその警察署の敷地内とかに侵入して無作為にとにかくビニールテープをただ巻きつけてたんじゃないかっていう噂があります。いや、それはまあ何でしょう、そのこの話の怖いところって、うん、ビニールテープ巻かれてて謎なところと、うん、さっきまで巻かれてなかったのにっていうところ、そこそうっすよね、と意外と、はい、なんかこう真相を知ってしまったら別に怖くないんじゃない、はい、あ、なんだそんなことかって、うん、ならないよねこれ。ならない、ね、それはそれでちょっと怖いっていう、なんかにしても度が過ぎてたなとか、結構上の方もね、そうなんです、高いところとかもね、これは怖いよ。なんか見るすべはないのかな、俺ちょっと分からん、なんか動画あんのかな、なんか違法アップロードとかされてない。まあね、なんかいろんな説あったんですよ、ね、例えば理にかなってる話で言えば結界説とか、その町を何かから守ってる説、それも結局その町ぐるみなのか一人なのかっていうところで、そうなんですよ、個人なのかどうなのかっていうのもね。いや、それなんかそれはそれで結界説、一人じゃなかったら怖い、うん、はい、なんかその町自体が怖いっていう。確かにね、確かにそうですね、町ぐるみ、この町の人全員なんかおかしな宗教になってるみたいな、でその依頼者だけ何も知らなかったわけですもんね。そうね、それはそれで、その説、まあこれもあくまで今言った女の子も説ですけど、まあ、全部説ですね。結界、結界もなんか怖いよな。そうですね、その女の子をやったっていう説が一番濃厚なのが、うん、だからテレビが放送できなかったんだって後付けがなるほどねつくんですよ、ね、
ちょっとそうなんですよ。そういうのをいじるのはまた違うんじゃないかっていうので、もしかしたら真相まで行ったけど、はい、ここで終わったっていう可能性もっていう可能性も全然あります。なるほどね、はい、あちょっと謎にしとこうってなったのがもうやっぱでも、うん、こういうのって、はい、謎にするから、はい、不自然というか、そうなんすよ。本当に分からなかったら本当に分からないなりのなんかそのすっぱりなるのが多分ね、はい、不自然だったと思うんですよ、その回って。確かそうなんですよ。僕多分リアルで見えてないんで、俺もリアルでは見えてない、物心もついてない時期やったと思うんで。だからマサさんでしょ、そう探偵。そうですよね。まだ神岡龍太郎さんが局長の時代ですもん ね、 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 今まではまっちゃんですよ。まっちゃんですもんね。誰が思った、まっちゃんが局長なんて。びっくりしますよ ね、 ね、関西ローカルに来てくれるんやって思った。そうね、まあね、西田局長から変わりましたけど、そうす、ね、いやちょっとね、やっぱまっちゃん来るとテンション上がりますよね。確かに ね、 ね、言うてお笑い好きなんで。大好きです、はい、俺らお笑い好きですから。ケンちゃんなんて元お笑い芸人ですから、ね、元ね、うん、芸人やってたほどですから。そうですよね、はいはい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、宣伝させていただきたいと思います、はい、俺高橋俊介は、はい、声優しながら、はい、YouTube チャンネル、はい、夜更けのほろ酔いラジオという、うん、まあこれ映画とかをうん語っていく1時間ぐらいの番組なんですけども、うん、今回ちょっと面白いなって思ってくれた方はぜひこちらに来てもいいんじゃないかなと思います、うん、はい、はい、そして、私高本健人はですね、はい、令和サイレントフィルムズというチャンネルをやらせてもらっております、はい、こちらでは私の作ったオリジナルの、短いサイレントフィルムズ、サイレント映画ですね、うん、を公開させてもらっております、はいはいはい、結構こちらでもホラー系のお話が多かったりするので、はいはいはい、今回興味を持ってくださった方はね見てもらえると嬉しいです。はいはい、はい、じゃあ今回もね、はい、もし映像化するってなったら、はい、まあ、できるわな。そうですね、まあ人に迷惑がかからないっていうか、まあまあまあ、街に迷惑がかからない程度、うん、そうですね。でそれで言ったら、はい、さっきまでなかったのにが聞きそうやな。それちょっといいっすね。家の中でも、はい、あれなんでこれみたいな、家の中での例えばそのドアノブにかかってて、はいはい、なんやこれって思っててさっき振り返ったら例えばなんかトイレにあって、あれさっきまでトイレなかったのに。 それ系怖いですね。さっきまでと違う光景っていうのがいいですね。これがしかもなんかサイレントだからいいっていうのは、はいはいはい、あるね。閉鎖された空間の中で作るからこそ誰かいんのかっていう。あ、それはそれでいいですね。逆にあのこれって、まあはい、あの探偵ナイトスクープでやってるけど、はい、例えばその霊じゃないじゃないこれって。そうなんですよ、人の怖い話、ね、人の怖い話やけど、はい、やり方によっては例の怖い話にもできるなって。あ、なるほど、こっちで作ってしまえば、うん、そうそうそう、いいね、だからあれっていう、それか本当にこの部屋の中に人がいるか、はいはいはい、っていう感じ、撮り方次第で。どっちでも怖いですね。そうね、で振り返ったら、はい、ビニールテープ大量に持った人がおるみたいな。うお、ラスボス、ラスボス、ラスボスっす ね、 あ、それかその、はい、あの家の中からガチャって出て誰かおんのかって言ったら普通になんかその辺を歩いてんけど、はいはい、手からビニールテープがちょっと出てるみたいな。あ、だその見せ方いいっすね。なんかその見せ方いいっすね。そういうなんかいろんなアイデアがなんかポケットからチラぐらいの、そうそうそう、でちょっとそこをアップで写して、そう、あ、でもその人普通だったりする、はい、そうなんですよ。あ、いや、あ、いや、なんか知りませんけどみたいな。で去った後にこうそのポケットのビニールテープだけをちょっといいっすね。可能性はある。はいはいはい、作り方は無限大だなって。人にするか幽霊にするかでまだアプローチが変わってくる、うん、そうですね、っていう気はする。僕の性格次第で変わりますね、 そこは。まあそこら辺もね、こう俺とね、こうちょっと脚本的な感じ、どっちにするみたいなのが結構楽しかったりするよね。確かに確かに。ここもやっぱこう脚本作りの場になってるかもしれないね、もしかしたら。そうですね、どうしようか。だって撮れるでしょ、頑張れば撮れますね。だって役者2人ぐらいいたら撮れるんじゃないこれ。そう、あとマサさん呼んですげえな、マサさん、ま、マサさんにお声掛けをしてで最後だけテテテンあの音借りてきてってやったら撮れますね。できるね。神岡龍太郎さん最後ね、こう、おーいみたいな顔さしといて、それはちょっと面白くなってきたですね。芸能界引退したはずの人間をね引っ張り出してきて、いや、それもうね、令和バージョンでまっちゃんにするってのもあるんですよね。あ、なるほど、まっちゃん呼ばなあかん。令和のビニールテープ令和バージョン、あれ平成でしょ、あれ。そうですね、まあ、平成でしたね。平成だから令和バージョンなんかアップデートして令和バージョンのビニールテープみたいな怖い、うん、あ、アベノマスクみたいなね、この前やった。あ、そうですね、全部にアベノマスクめっちゃついてるみたいな。怖い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 。だって1人2個しかないはず、そう、この街にこんな人口いたっけぐらいの、のがブワーマスクついてるみたいな。あ、令和バージョン、そうですね、っていうのもね面白いかもしれない。確かに確かに、アレンジの違いが、アレンジの違いがね、あるから、うん、本当に考えようはね、うん、いっぱいあるかなと
思います、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさいませ。